は6日、パリーグの球団と対戦する、交流戦シリーズ2018、対象試合、6月8日、金曜日、チルダ。10日、日曜日、対日本ハムに向けて販売する T シャツ付きチケットの T シャツデザインが決定したことを発表した。今回の限定オリジナル T シャツのコンセプトは、ジャンプ。この、ジャンプ、には、交流戦でパリーグのチームに勝ち、交流戦優勝そしてリーグ。優勝に向けて大きく、ジャンプ、してほしいという願いが込められているとのこと。山崎康明の T シャツは、登場シーンに起こる康明ジャンプを、筒香嘉智とロペスは、ホームラン後のパフォーマンスなど、選手それぞれの、ジャンプ、をイメージさせるイラストが横浜ブルーの T シャツにデザインされている。全15種類で、21人の選手が登場している。T シャツ付きチケットは、6月8日、金曜日、から同10日、日曜日、までの日本ハム戦3試合で約7万3000枚が販売される。なお、T シャツのデザインを選ぶことはできない。交流戦シリーズでは、パリーグの強敵を倒すべく、球場全体をより青く染めようと、限定のオリジナル T シャツの着用を推進。昨年は、交流戦でチームが波に乗るようにとの思い、を込めて、波乗りデザインの T シャツだった。山崎康明コメント、康明ジャンプの様子が伝わってくる、ジャンプ、T シャツのデザインはお気に入りです。シーズンにおいて交流戦は非常に大切なポイントになるので、このジャンプ T シャツを着て球場全体を青に染めてください。